頼みたいことがある。こっちはパワーが下がってきてるのに、奴は平然としてやがる。討伐した魔物の角だ。地元の者が土産にと飾りを施してくれ。気安く声をかけんな。私たちに濡れ衣を着せた。ロベルトさんを一発殴らないと。最近考え方がリナに似てきたな。愚かだと？まずね、お前も生きていたとはな。ちょうどいい。正直に名乗り出なさい。面白いね。確かに言った。貴様もその一人だ。もっとも貴様が部下を殺してくれたおかげで。地球のゴミどもを大掃除するぐらい僕ならあっという間にやってみせるさ。だがスピードはある。だといいんだがな。
我に逆らうか。俺の問題だよ。では踊るがいい。もちろん胸に燃えたぎる正義の炎で悪を焼き尽くすのです。無意味にあがけ。これまで散々こき使ってきやがって、勝手なこと抜かすんじゃないぜ。私に手を出すとどうなるか思い知ったか。でもね、あ、はい、私は前がぶち壊したズワナ城の元王女だ。惑わされるな。そこの悪党、観念しなさい。はっきり言って不愉快だよ。貴様、大したものだな。待て。極限まで弱まった魔法。
任せとけって。我に逆らうな。これ文字じゃない。そんなもんが必要なの？全然聞いてなかった。この痛み貴様も味わえ。仕方ないか、今んとこまだ賞金首だし。なんとか時間を稼いで。それは貴様の手には過ぎるもの。そうだな。貴様は失敗した。だが俺は違う。くだらん遊びだな、貴様ら。
見苦しい、消えたまえ。そうさ、こいつは。僕も今の今まで。どうした？ごめんな。この魂、焼き尽くしてくれるわ。足りなきゃリナはこいつらまで食うからな。まあ時々役にも立つけどさ。リナ、くだらねえ。面白い、実に。相当自信があるようだが、すぐにその自信も崩れ、俺に命乞いをすることに。さあ出てこい。お前の実力はこの程度ではないだろう。